ましたプリットチャンネルハローアブキング翔ちゃん翔ちゃんって何が好きなんだっけグミあ、グミだよねそんな翔ちゃんに今日はね、はい、これ買ってきましたじゃん巨大ハリボーコストコで売ってるハリボーの巨大バージョンなんだけどめちゃくちゃ山盛りですねハリボー知ってるあ、知ってます知ってますグミなんで翔ちゃんがグミ好きっていうことでこれをね買ってきたからこれ 980g で約1キロあるからあ、重いこんな重いグミ持ったことないこれってどこのやつなんだろうねあ、ドイツって書いてあるこれどうやって開けんのおおおお開いた匂いすごいおおこれ全員1回出すよおらこの量バケツに入ってる時とはちょっと違うね金塊みたいすごい量だよこれじゃあ、いただきますあ、おいしいこれね一個一個めっちゃちっちゃいねこれちっちゃいですけど詰まってるんですよなんか歯ごたえすごいハリボーってこんな硬いんだなかなか噛み切れないねなんで意外とすぐお腹いっぱいになっちゃう1個 10g って書いてある約1キロあるから袋でいったら100個これ100個かこれやばいうん、おいしい、うん、おいしいねハリボーのいいとこって普通のグミと違ってなんか味がなんか本当に外国の味っていうか日本のグミとはまたちょっと違う、ね、なんとも言えない味するんでこのハリボーを食べながら目つぶってなんか音楽とか流すと本当に海外にいるような気持ちになるんですよ本当に本当です本当ですわかんない海外さ1個しか行ったことないのシンガポール僕は結構行ってるかもしれないハワイとかドイツイタリアいやほんま行ってるじゃんドイツのその行った時の景色を思い出しながら食えばあーでもドイツの記憶あんまないんですよ小学校の時だったんだただハトがめちゃくちゃいたって記憶ハトなんか噛み切れてるのかよくわかんないねこれやばいな結構食べ応えあるね一袋そんなないと思いきや意外と本当にそうだね 10g 舐めてたでも今回は僕の出番が来たな一番好きな食べ物だからねガム噛んでると喋れないねあ、グミですあ、グミかこういう大きいやつじゃなくて、はい、売ってるハリボーってどのぐらいの大きさこんぐらいの大きさでだいたい一袋 100g ぐらいじゃこれ10個分なんだ普通のハリボーを買って全部食べきるってあんまないその普通のハリボーの10袋分参ったなこのグミさ、クマの形してんのかな一応クマの形してるんですけど全然クマじゃないですなかなか多いよ2袋食いします飲み込める飲み込むな。みんながグミだらけ。こんなの初めて。平たくすれば、こんなだよ。山なくなってきた。花でも半分ぐらいか。チョコ食いて。チョコも甘いじゃないですか。グミとチョコってなんか甘さ違くない？説明できないですけど、なんか違いましたね。うん、いやこれ全部集めてさ、ぎゅーってやったら結構大きい巨大になるよね。これでも夢ですよ。漫画とかでよくある肉をこうやってかぶりつくのグミバージョンで。こうやって。こんなにグミを。口の中からちょっと酸っぱくなってきた。水飲んだ方がいい。リセットされる。あー失敗。イロハスの炭酸水これ砂糖入ってるからちょっとリセットされないねそれじゃあ。だいぶ減っては来てるよ。今までで一番きついかも。グミ嫌いになりそう。ダイエット食品に持ってこいかもしれない。顎すごい使うんで。そうそう。ここら辺もシェイプされるし、お腹もいっぱいになるから食べないで済むし、これ1個で34キロカロリーだから、2、3袋食べたら結構お腹いっぱいになる。それじゃ太ったこととかあるんだよ。あ、僕高校時代は太ってたんですよ。一人で靴下履けなくなっちゃって、立ちながら。なんでそっからもうダイエットしようって。え、どうやってダイエットしたの？野菜いっぱい食べて。一番いいダイエットした。もうお腹いっぱいだよね。世の中、いいとこ来た。グミ食べれる人？食べれない人帰ってもらっていいですか？歯に矯正してるから食べれないんです。え、グミって歯に矯正ダメなの？硬いグミはね、ご法度なんだよな。ちょっと道を開けてもらおうか？食ってやるよ！すっげえ硬い。矯正いける？いける。どんぐらい食べたの？翔ちゃん今日結構食ってるよね。やっぱグミなだけあって。30ぐらいは食ってんじゃない？誰が望むの？こんな硬いグミ。買った。子供の歯を鍛えるためだ。3袋食いいきます。え、いただきまーす。いける？いけおっ、おっ、よっ、お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 っ、あと20、顎が動かないもん。ギブアップ。すみませんでした。グミ好きとか言っておきながら芝居ない結果に終わってしまった。すみません。バキっていう硬さならまだいいけどさ、ふにーってなって噛み切れないみたいな。グミ最強だよこれ多分。今回はギブアップということで、申し訳ございません。皆さんもハリボー少しずつ食べてください。 Twitter、Instagram フォローよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価もお願いします。それじゃあグミ嫌いになった？嫌いになれない。
ダイエットしたい人はこれが一番いいかも。その話した